高知市東部総合運動場野球場は、高知県高知市の高知市東部総合運動場内にある野球場。ただしメインスタンド正面の名盤の表記は、高知市東部野球場となっている。施設は、高知市が所有し、高知市スポーツ振興事業団が指定管理者として運営管理を行っている。1991年会場。福岡大英ホークスが、 高知市や球場などとともに春季キャンプ地として使用した。大英は2004年から宮崎県宮崎市にキャンプ地を移したが2005年から2015年までオリックスバファローズ2軍が第2次キャンプを高知市で行っている。また、オリックスの秋季キャンプも行われ四国アイランドリーグ選抜チームと交流戦も実施された。2007年は ウエスタンリーグ公式戦も行われた。また2007年から、韓国プロ野球、s k ワイバーンズの春季、秋季キャンプも実施されている。過去には、ウエスタンリーグが実施している、秋季教育リーグ、黒潮リーグ、よさこいリーグが開催された。2004年10月24日の東急場での、よさこいリーグ、大阪近鉄バファローズ対福岡大英ホークス戦は、近鉄は、 球団消滅前の大英は球団未売り前の最後の試合となった。2005年からは四国アイランドリーグプラスに所属する高知ファイティングドックスの本拠地野球場としても使用されてきたが高知市野球場のナイター設備が2012年に完成したことで2012年度の日程では開催予定試合数が1試合と大きく減少した。予定された1試合が 雨天中止となって代替試合を別の球場で開催したためリーグ発足から初めて公式戦の開催がないシーズンとなったその後2013年から2015年までは毎年1試合が開催されたが2016年は開催がなかった2017年は2年ぶりに試合が開催された2018年は 当初からまた2019年は予定されていた1試合が中止となり2年間開催がなかったが2020年は5試合が開催されている。2015年11月にはメジャーリーグベースボールのサンディエゴパドレスが野球教室や日本で初めてとなるトライアウトを実施した。ありがとうございます。